5号艇茅原優希選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日前半レース終わった時には入り口の感じがもう一つとなされてましたけど、はいはい、そのあたりは準優勝戦では解消されてましたか？はい、なんかすごく良かったです、はい、昨日プロペラが壊れてしまったという話もありましたけど、はい、そうですね、まあ、ちょっとプロペラ壊れてで、まあ、急遽2枚目のプロペラで行ったんですけど、はい、まあ、それもちょっと、まあ、あのひびが入ってて、はい、あんまりちょっと叩けない状態でやってるんですけど、はい、まあ、でも今日の後半が一番良かったですね、はいはい、それでは明日は何か作業というのは予定されてますか？もうプロペラぐらいですね、はい、はい、茅原選手今節スタートタイミングちょっと早いかなというお話もされてましたけれども、はい、そうですね、なんか見え方が結構早いんで、はい、まあ、ちょっと来始めっていうのもあってちょっと慎重にはなってるんですけど、うん、はい、はい、明日5号艇ということになりましたが、はい、どんな戦い方をしようかという、まあ出たん、まあ、枠とかはまあその近辺になると思うんですけど、はい、まあ、しっかりスタートいって優勝したいですね、はい、それでは最後にファンの方に一言お願いします。優勝戦はスタートいきます、応援のほどよろしくお願いします。